新作 SS デイトナが開きまーす。皆さんどうもおはようございます。ムケオです。デイトナ新作 SS 情報ぶち込まれてきました。ありがとうございます。見ていきましょう。はい、どうも皆さん、爆速で緊急で動画撮っております。 SS デイトナの購入情報来ました。本当に爆速視聴者様ありがとうございます。はい、こちらやばいですよね。もう世界最速級じゃないですか。はい、マジでやばいですよねこれ。はい、ちょっとこれね、ギャラは隠してますけれども、しっかりとギャランティーもありで、しかも白文字版でね、ほんと最高ですよね。いや、来ましたね。ちょっと細部は言えないんですけれども、すごすぎます。本当にありがとうございます。世界最速級でいただきましたね。来てます、来てます。抜けてます。はい。ちょっとピントがすぐ合わなかったですけど、やばいですよね、皆さん。これね、ちょっと本当爆速最新情報なんで、うわ、かっこいいな、これは。いや、あ、やっぱりね、このクロノグラフのリングがやっぱちょっと細く見えますよね。あー、地震噴震もちょっと細くなってる形で、うーわ、ベゼルガードがついててね、うーわ、しゃ、うーわ、素晴らしい。61にこれ、ね、王冠入ってますよ、これ。やばいっすね。来ましたね、ついに。来るか来るかと言われてたと思う中で、まあ、全然来なかったんですけど、本当にいつになることやろうということでね、言ってたんですけど、これは素晴らしいですね。本当にありがとうございます。ちょっとね、全体像をちょっと見ていきましょう。はい、皆さん、2023年新作 SS デイトナやっと上陸したというところでね、情報いただきました。本当にありがとうございます。ちょっと目ん玉飛び出ましたね、私ね。いや、ちょっとね、初めいただいた時にちょっとにわかには信じることができずですね、ちょっとギャランティーまで送っていただくというところでね、本当にね、お手数おかけしました。マジやばいっすね、ほんとびっくりしました。いや、もう2023年新作については黒の通報とか見てもね、全くこれないので、まあ世界最速爆速になるのではないかなというところで思っております。本当におめでとうございます。これはね、もうマジでびっくりしました。いや、ありがとうございますね。昨日ですね、まあいろんな方がね、情報をいただくんですけれども、もしかするとデイトナの新作 SS については2024年上陸になるのかではないのか説とかね、結構いただいてたんで、ああ、これロレックス全然ね、もう上げる気ないんじゃないかなみたいな感じで思ってたんですよね、2023年中に。そんな中で爆速でぶち込んでいただいて、本当にありがとうございます。これまた別の方にいただいたんですけれども、旧型のデイトナに関してはもう9月の出荷で終わってるような話を正規店さんに聞いたというところであるんで、まあそろそろかなと思いきや、まあ来年かなとか思いきや、まあぶち込まれてきたというところですね。そんな中で激ヤバ上陸ということですね、デイトナ。はい、本当に素晴らしいです。今回いただいたのはね、この SS の白文字版ですね。はい、3月に発表されてここまで、上陸することがなかったということですが、ついに始まった感じがします。これは確実に、確認することができました。世界最速情報じゃないですかね。まあ10月に入ってね、この金無垢のデイトナとかコンビのデイトナとかっていうのはもうすでにね、購入報告いただいてたんですけれども、 SS はもう全然来なかったんですけれども、来ましたね。どうですかね、黒。はい、黒買われた方もおられるんじゃないでしょうか。はい、素晴らしいですね。いや、本当にありがとうございます。はい、ということでですね、2023年の新作についてはおおむね上陸したかなというとこですね。まあ一部はあるのかな、でもちょっと結構ね、ほとんど上陸しましたね。まあこの
今2023年のホームページ見てるんですけれども、アイスブルーもね、先月上陸しましたし、はい、1908情報もね、いただいておりますので、速攻でちょっと動画作らせていただきます。最高ですね。はい、ヨットチタンについてもね、上陸と販売実績の確認もしておりますのでね。はい、スカイドエラーはね、もう結構前に来ましたよね。 GMT ももう発売してすぐというぐらいの感じです。エクワンも早かったですね。オッパペも早かったです。はい、デイデイトもライブ中には情報をいただきましたんで、もう新作としての情報、新作としての上陸はね、もうすでに済んでるところで、やはりね、このデイトナの SS 新作というのはね、一番遅くやってきましたね。はい、社長出勤というところで、本当にこれ買われた方、買われた視聴者さん、おめでとうございます。マジで目ん玉飛び出ました。興奮しました。最高ですね。視聴者様自身もね、目ん玉飛び出そうになったということで、最高ですね。ありがとうございます。視聴者様曰くですね、全然不客ではありませんということでございます。もう詳しいところはね、ちょっともうね、こんな激ヤバモデルこの時期っていうのはあれなんで、詳しくあれなんですけれども、そんな不客ではないですし、まあ複数本は持ってるけれども、そんなに極太さんではないということでご自身でおっしゃっておられたので、どうですかね皆さん、これ大量に来るんじゃないですか。どうですか、こっからボロボロボロというところで、あながち以前私がね、皆さんに調査した時のそのデイトナ SS の販売実績があるという、この大量のないの中に1件2件あるっていうのは、あれもう本当あったのかもしれませんね。本当にあったんでしょうね。はい、そんな中でね、視聴者さんがこうやってもう買われたということで、ちょっと今後はどうかな、まあまたその販売実績あるとか、その少ない中の一つとして、まだ全体的に爆発して買えるのはもうちょっと先になるのか、まあここら辺はちょっと分かりませんけれども、今回確実に世界最速級でこのギャラリーの購入情報をいただいておりますから、もう確実に上陸はして、はい、いるというところですよね。まあこのチャンネルを見られているようなズル向けさんに関しましては、本当に直近で買える方がボロボロと出てくることを祈っております。で、ご購入された視聴者さんもね、他の方がね、買われることを祈っておりますと。この動画を見たあなたはね、このスーパーハッピーロレックスパワーがね、共有していると思うので、デイトナを今日買えるのはあなたです。はい、ぜひね、正規店ぶち込んでみてください。来てます、最新情報ありがとうございました。アパレルジャパンウォッチフリック11月4日オンセール、概要欄をチェック。はい、ということでね、本当にありがとうございます。ちょっと爆速で取っ手出しでお送りしたんですけれども、いやー、本当世界最速級ですね。クロノ2-4とか見ても、全然その実機の映像ってほぼないんですよね。まあ、なんか昔1個だけポンって上がってきたような形になりましたけれども、もう消えてますね。まあこの新作 SS デイトナがね、まあ、ここから歴史を刻んでいくわけでありますけれども、その一発目の激ヤバ情報いただいて本当にありがとうございます。ぜひね、このチャンネル見られてる方、ギャランティーありで確認できましたので、ぜひね、参考にしてロレックスマラソンしてみてください。私も、そして今回買われた視聴者様も、この動画を見られているあなたがロレックスデイトナを買われることを祈願しております。はい、祈祷系 YouTuber 向けよということでね、やっていきますので、はい、ぜひね、参考にしてみてください。本日はね、ちょっと爆速でお送りしました。この他にもね、激ヤバ情報ちょっとバンバン今入ってきてますんで、ちょっとどんどんとね、まとめていきたいと思います。本当皆さん、ありがとうございます。また別動画で会いましょう。ムキムキオッケー。ではまた。